と申します。ひらがなでテラと申します。今回はですね、デスボイス、よくなんか聞かれるんです。どうやって出すんですかって。ちょっと待ってください。デスボイスってのはまあ基本は裏声とあとエッジボイスを合わせて、で腹式呼吸、お腹から出すやつ、お腹から出す、この3つを合わせてバッと叫ぶような形ですね。でですね、裏声っていうのはまあまさしく皆様がよく聞かれるまあ僕すごいかすれてるんですけども、おーとかこういう感じのやつです。でエッジボイスってのはまあよく他のデスボイスの解説動画でもある通り、なんか受音でよく出てくるような形なんじゃないでしょうか。なんかあーってちょっと途切れ途切れになったような、なんかあーって、これと裏声を混ぜるっていうんですかね、この2つを混ぜるっていう、でこれがなんかよく難しいって言われます。てかできないって、ぶっちゃけできないなって言われますよく。で僕もちょっとなんでだろうなと思ってちょっといろいろ考えてみたんですけど、最近ちょっとそれが分かった気がします。まあちょっと腹式呼吸に関してはちょっと後で説明するんですけど、デスボイスっていうのはまあその名の通り、デスボイス、まあ、死の声なんですよ。まあ要は声が死んでるんですよ、ね、声が死んでるってのはどういうことかと言いますと、まあその通り声が死んでるんですよ、まあ、叫べばそれ声死にますし、まあ、死にますわ、そりゃ叫べば枯れますわ、次の日もう何も無理っすわ、喋ることできないっすわ、だからそれを繰り返してる、まあ別に無理はしなくていいと思うんですけど、まあ、それを人よりちょっと繰り返してる人がだんだんできるもんじゃないんかなって最近気づきました。でですね、ですので、できないなって思う子は、まあ、毎日カラオケとか、まあ家でもいいんですけど、まあ防音室とかあったら、カラオケとか行って、スタジオとかなんなり、でそこでまあ一応無理はしないように、まあちょっと声を、まあ、喉をぶっ殺すっていう勢いで、まあ裏声とエッジボイスを混ぜることをちょっと意識しながら、叫ぶといいかもしれません。この動画がいいと思ったら、いいねボタンをよろしくお願いいたします。下の、チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。他の動画もいろんな歌を出してますので、よかったら聴いてください。